ベーブリンゲンの街並みと湖ベーブリンゲンは、ドイツ・ビュルテンベルク州の都市であり、ベーブリンゲン郡の中心地である。地理的には、ジンデルフィンゲンに隣接する、自動車、情報産業の拠点が多く置かれている。ビュルテンベルクは1357年に、チュービンゲン・ベーブリンゲンハクビルヘルムによって創立され、1357年には、ビュルテンベルク領となった。 1524年に勃発したドイツ農民、戦争において、西南ドイツでは、農民の武装放棄が次々に起こった。1525年5月12日、ベーブリンゲンは、この戦争中でも、有数の激戦地となった。ワルトブルクのトゥルフゼス・ゲオルク三世の軍が、一万、農民戦争が終結して一世紀、南ドイツは30年戦争の戦火に巻き込まれる。 集結した1648年には、ベーブリンゲンの人口はわずか600人にまで減少していた。1818 18年には、ビュルテンベルク王国の一行政区画となる。1879年には、鉄道が開通し、工業化を一挙に推し進めることとなった。1943年のベーブリンゲン第二次、世界大戦においては、死の郊外に、 陸軍の演習地と実験場があったこともあり、この都市も空襲を受けた。1943年10月7日夜、焼夷弾と高性能爆弾により爆撃され、市民の犠牲が出た。1944年7月にも襲撃を受け、36人の非戦闘員が死亡した。1962年、ベイブリンゲンはグロザ・クレイススタットに指名される。なお、 現在の境界は1971年以降のものである。シュトットガルト空港からは S バーンで約20分。東にはアウトバーンのインターチェンジがあるので、そこから国道でアクセス可能。鉄道はシュトットガルト人間線が通っている。人口調査の結果1996年から毎年6月から9月、ベーブリンゲン湖畔の夏祭りとして、2つの湖のあぜで、 フリーマーケット、コンサートなど、およそ60のイベントが行われる。ベイブリンゲンは、隣接するジンデルフィンゲンと合わせて、自動車と情報産業が集まる地域となっている。以下の大企業がこの地域に拠点を構えている。ありがとうございます。